はい、こんにちは。今回の動画はですね、まあ、前回の続きで、Dolby HX Pro をさらに深掘りしていきたいと思います。前回はですね、あの座学形式で HX Pro って何ぞやっていうところから始まってですね、でオンとオフの音の違いをですね、実際に聞きながら比較しましたけども、まあ僕も正直よくわからなかったっていうことでね。でそうなるとね、果たして本当に HX Pro 動作してんのっていうことに、ね、なるわけですよ。まあちょっとそれがね気になるということで、今回はですね、スペクトルアナライザーを使って、ね、実際に HX Pro が働いてる様子をね、一緒に見ていきたいと思います。今回はねちょっと短めの動画です。それではスタート。はい、今ですねデッキにホワイトノイズを入力してます。使ってるデッキは前回の動画と同じ、GXZ7100EV です。ではですねテープを入れて録音状態にします。はい、するとですねスペクトルアナライザーにこんなようなグラフが出てきます。まあ、あの3ヘッドなんでね、同時モニターを使えば今どんな特性で録音されてるかっていうのが、リアルタイムで確認することができます。でここからですねバイアスのつまみを動かすと、まあね、こんな風に特性が変化します。さあではここからが本題です。今ホワイトノイズを録音してますが、ここにですね 20kHz の音を混ぜてみます。まあ、ちょっと分かりやすいように左側だけ入れますね。そうすると、緑のグラフですね、これがあの左側の、音なんですけども、はい、ここのねピョンと尖ってる部分、これ 20kHz の音に反応してるっていうことを、示してますね。でですね今のところあの周波数特性のグラフには特になんかあの変な変化はないです。ところがですねこのね 20kHz の音を、どんどん大きくしていくとこうなります。はい、どうでしょう。緑のグラフがどんどん右下がりになっていきます、ね、別に他の音は何も入れてないのになぜか早落ちしてしまうんですよね。不思議ですよね。これが、まあ、あの前回の動画で説明した自己バイアス作用の現象です。ただね、実際の音楽にはこんなね、大レベルのね 20kHz の音なんてまず入ってないので、まあ、正直実際のところは極端に早落ちはしません。というよりも 99.999% 耳ではわからないレベルです。あの前回の動画でオンとオフで聞き比べやりましたけども、ね、あの全くと言っていいほど差が出てなかったってことをね考えると、実際に働いている自己バイアス作用っていうのはね本当にわずかだと考えられますね。まあ、今回はねちょっと実験ということで、あの HX Pro の動作が分かるように、大げさにやってます。さあではですねここで HX Pro をオンにしてみます。そうするとどうなるでしょうか。はい、ご覧ください。特性がフラットに近づきました。じゃあちょっともう一度オフにしてみます。はい、再びオン。で、オンのまま 20kHz の音を止めます。はい、するとですね、最初に紹介した、ホワイトノイズだけを録音している時の特性に戻りました。オンにすると単にバイアスが少なくなるだけじゃなくて、ね、しっかり周波数が高い音に反応して、バイアスを補正されてるってことが、まあ、こういった実験でわかります。では後半戦です。
まあ HX Pro の実験はねこれでおしまいなんですが、前回の動画の最後に、まあ、このスペクトルの画像を紹介しました。まあ、結局ねスペアナで確認してもあのオンオフの違いがねよくわからなかったんですが、まあちょっと参考までにどういった流れで測定したのかちょっと紹介しておきますね。まずはですねデッキとテープを用意して録音の準備をします。では先にテープの録音をスタートさせておきます。モニターモードがちゃんとテープになっていることを確認します。これがあのソースになってると、元の音源がスペクトルに出ちゃいますので、これね忘れずに。赤いとかティアックはあの録音スタートで勝手にねモニターモードがテープに変わるんですけども、ソニーとかヤマハとかね切り替わらないものもありますね。はい、次はスペアナです。使ってるソフトはビジュアルアナライザー、略して VA です。まずは左上にあるオンのボタンを押してスペアナをスタートさせます。でね、設定項目が2つあって、まず右側にアベレージっていう項目があるんですけど、これを1にします。まあ、これはあの数字が少なくなるほどあのレスポンスが速くなるっていう設定ですね。でそうしたらこのタイミングで曲を再生するんですが、再生したら、今度ね右にあるこのホールドにチェックを入れます。まあいわゆるピークホールドですね。はい、こんな感じで最大レベルを保持してくれてます。で、随時あの大きいレベルの信号が入るとグラフがニョキニョキ上に成長していくわけですね。さあそれでは、オンとオフで、スペアナの動きをですねちょっと比較してみましょうか。まあ、再生する曲の部分は同じにします。まあ、今回は前奏と A メロですね。これでやってみたいと思います。では行ってみましょう。はい、一応ねこうやってスペアナでチェックしてみたんですが、やっぱりねオンとオフの違いよくわからないです。まあ、ただあの今回の動画の前半で、ご覧いただいたようにあの動作はねちゃんとしてるので、あの HX Pro の機能はしっかりと働いてるんですが、やっぱりお守り的な機能なんでしょうかね。ついでにオフの音オンの音を今度はメドレー形式で流してみましたが、どうでしょう、なんとなくオンの方が高音の伸びが良くなった気になりましたか。はい、はい、ということで HX Pro の実験をねいろいろとやってみたんですけども、僕も正直効果はよくわからないです。わからないという言葉をね何回発したのかっていうねくらいにわからないです。ということでね、あの実際にあの、まあ、理屈はわかるんですけども、まあ、実際にテープに録音してみてで効果がよくわからないとなると、この機能いるってなっちゃいますよね。皆さんはどうですか？ HX Pro いりますか？はい、まあ、なんとなくね、まあ、僕のまあ勝手な解釈かもしれませんけども、あの HX Pro 搭載って乗っけておけばなんかこうねアピールできてね販売促進に有利なのではとね思ってしまうところもあるんですよね。まあそういった機能はね他にもいろいろあると思います。あの機能はついてるのはいいんだけど何のためについてんのとかね、何のために使うのっていう機能ねありますよね。はい、以上 HX Pro の解説だったり実験をお送りしてきました。
もしね、あの動画を見ていただいて、ね、あの謎が解けたっていう方がいらっしゃいましたら本当に、嬉しく思います。またね、あのよくわからない機能とかね、あのカセットデッキでね、あのあったらまたあの動画でね、あのご紹介したいと思いますので、また楽しみにしてもらえると嬉しいです。それではまた。